広島港停留場は、広島市南区宇品名海岸一丁目にある、広島電鉄宇品名線の路面電車停留場である。駅番号は U18、同線の終点である。2001年までの停留場名は宇品名停留場で、あり、現在も、広島港の名称で案内されるケースがある。広島電鉄公式サイトでは、電車路線図及び電停ガイドではターンに、 広島港としているが、停留場間の距離を示した路線一覧、運行系統の表や電車の行き先表記は広島港で案内されている。1915年に宇品地区へ達した宇品線は時代によってその終点の位置を様々に変えている。まず1915年に宇品線が五歳祝橋東沈めから宇品までの区間を開通させた際、 終点の宇品停留場は広島港の宇品桟橋前に存在した。その後1935年に宇品通りを経由する新線が開通し経路が変更されると、代わって高宇品停留場が路線の終点となった。まだこの時は高宇品停留場付近に西堤防が築かれており、そこから西側は海であった。この西堤防西側の海を埋め立てる工事は兼ねてより、 計画されていたが、それが完了したのは、戦後の1951年のことである。埋め立て地には、広島県営三橋が開かれ、これが、ちょうど時な線の軌道の延長線上にあったことから、同年4月には、県営三橋前まで路線が西へ200メートル延長された。この時、新たな終点として開業したのが到底流上である。 当時の停留場名は、宇治終点停留場であったが、1960年からは、宇治停留場と称している。その後も埋め立て工事は続けられ、県営桟橋の位置は開業当初より南に移された。これを受けて1967年には、宇治線の軌道をさらに南へ158メートル、延長、当停留場も合わせて移設された。また1976年には、 旅客ターミナルの整備に合わせて、軌道を9.5メートル延長した上、停留場を複線化した。埋め立て工事はこれにとどまらず、広島県によりさらに、周辺の整備が行われた結果、旅客ターミナルの250メートル西に、新たな旅客ターミナルが新設されることになった。2003年、この新旅客ターミナルの建設に合わせて、宇治那線の軌道はさらに100メートル延長され、 東停留場は新旅客ターミナル正面へと移された。なお、停留場名が広島港停留場へと解消されたのは、この移転より、前、2001年11月のことである。ホーム広島港停留場はホームが地面に接する地上駅という形態をとる。ホームは、東端式ホームで2面あり、南にあるホームの片側と北にあるホームの両側の、計3箇所に線路が接する。 乗り場の番線表示にはアルファベットが用いられ、南から ABC 番線と割り振られている。ホームはいずれも連接車2本が停車できるほどの長さが取られていて、全体に屋根が掛けられている。列車が発車する際には、乗り場によって異なる発車メロディが流れ、その後発車ベルが鳴る。B 番線に単車が入線する場合は、進行方向右側、後方の上行口からの下車となり、 運転士による収札が困難なため、下半式運賃箱で収札が行われる。2003年に移転する前は一面二線の東端式ホームで東側が一番線、西側が二番線だった。一番線は東の歩道へ降車を行っており、入線待ちの電車もこの歩道を利用して降車扱いが行えた。移転後の停留場は、 広島港の宇治な旅客ターミナルが南に隣接しているため、海上交通と陸上交通との結節点として整備されている。旅客ターミナル1階にある待合室と停留場とは、同一平面で連絡し、停床式のホームまで段差なく行き来することができる。また停留場の規模を大きくして、入場待ちの時間を短縮させたり、乗客への案内のために乗り場を方面別に分けたり、 するなどの改良も施された。この移転に伴い延長された区間の軌道は専用軌道であり、景観への配慮とヒートアイランドの防止も兼ねて軌道時期には芝生が植えられている。合わせて移転前に停留場が置かれていた区間では軌道が東に移設されて住宅地に近接するようになったため、騒音低減のためにインハンド工法による軌道が敷設された。当停留場には 広島電鉄で運行されている系統のうち、1号線、3号線、5号線、それに0号線が乗り入れる。七三下を経由して、広島駅方面へ向かう5号線は、A 番線から、神谷町を経由して、広島駅方面へ向かう1号線と、広電西広島方面へ向かう3号線は、BC 番線から発車する。2003年に移転する前の停留場では現在とは違い、 路線ごとに使用する乗り場が決まっているわけではなかった。停留場が立地する広島港宇品内構築は年間300万人以上が利用し、広島の海の玄関として旅客、貨物療法における広大なターミナルが広がる。西側には広大な工場地帯が形成されている。広島港には生活航路が多く乗り入れており、広島港宇品旅客ターミナルからは松山港、 クレコー、二の島、古ヨ港などへ向かう船が発着する。ありがとうございます。